お疲れ様です。本日はですね、当店があっちですね、当店あっちの方にあるんですけれども、お店から言っても 500m ぐらいしか離れてないところにこうやって自転車道ですね。でこっちが谷山駅っていう駅なんですけれども、すごいですね、巨大な建造物が建ってるんですけれども、ここの駅からもう一つ先に慈顕寺駅っていうところがあるんですけれども、そこまで自転車道が最近できましてですね、そこを目指してちょっとせっかくなんでですね、ちょっと走ってみようと思います。でですね、ここが市電の谷山駅ですね。この谷山駅をスタートして、でこっちに駐輪場がたくさんあります。で自転車道はこうまっすぐ続いてるんですけれども、ここが自転車用の駐輪場になってまして、で駐輪場を越えた先ですね、あそこに交差点が見えると思うんですけれども、ここですね、ここの交差点なんてですね、駐輪場からここまっすぐ自転車道に続く道ではあるんですけれども、横断は危険ですね。横断危険って書いてありますけれども、あそこにもう一個奥の方に交差点があって、ここはもう交通量が鬼のように多いので、まずはだからこっちに、おそらくその道路設計上はここを渡って向こうに行きなさいっていうことだと思うので、歩いて行ってみたいと思います。こんな感じですね。なんともこことかなんか歩道橋の自転車版というかですね、作ってくれればいいんですけれども、駐輪場からですね、まずこの自転車道までのアクセスがあんまりスムーズじゃないっていうところは個人的にいつも感じているところではあるんですけれども、ここからですね、自転車も通れるような広い道が始まる感じになってます。ここいい景色なんですよね。でここから先はまだ通行止めになってますね。工事中ですね。なので一回降りて駅の中を歩かないといけないですね。すごい、めっちゃ大きい建物が建ってますね。確かなんか福祉施設だったかなが建つはずです。ここにも書いてある通り、駅のですね、ここから先は自転車は歩いて通行しましょう。で駅前にはこうやって太陽って言ったらあそこですね、鹿児島だとすごく有名なスーパーマーケットができて、その横にはスターバックスですね。はい、 OK ですね。谷山駅前はですね、今すごい開発が進んでて、ここずらっと、これはドライブスルーかな、ドライブスルーの車が並んでるんですけれども、スターバックスがありますね。スターバックスのドライブスルーっていうのは鹿児島あるんですけれども、他のお店にもあるんですけれども、すごい混みますね。いつも道路にあふれ返ってますよね。この辺にも多分家が建つんでしょうね。ですけれども、開けるかな。お、止まってくれた。ありがとうございます。優しいですね。ここから自転車道がスタートしますね。まあでも一駅の間だけの自転車道なんですごいあっという間ですね。まあ、鹿児島も最近はですね、自転車活用推進計画っていう形でものすごい大きな流れがあってですね、自転車をもっと県民に活用してもらおう、そしてまあ自転車エコですしね、あと渋滞緩和にもつながりますし、鹿児島は確か去年 NHK のニュースになってましたけれども、渋滞の発生率が全国ワースト1位なんですよね。どこ行っても渋滞してるんですよ、鹿児島市内。まあ、今の時間3時4時、まあ今の時間はまだマシなのかな。もうちょっと時間進んで4時5時6時ぐらいになると、もうありとあらゆる道が渋滞します。車社会鹿児島ですね。道は狭いんですけど車はでかいんですね。そしてこのまままっすぐ自転車道をこのまままっすぐ続いてるんですけれども、まあそう行くためにはですね、交差点を渡らないといけないんですよね。こっちは青だけどこっちは赤だ。まあだからここをこうつながっているのをまっすぐ行くために1回右折して2回左折しないといけないんですよね。誰が使うんだこんな道はって感じなんですけど、まあさっきから自転車の人たちと結構、まあ映像には映ってないかもしれないですけどすれ違うんですよね。すれ違う人がみんなこの自転車道は使ってないんですよね。なんでかっていうと信号を2回も待たないといけないんですよね。まあさっきはタイミングよく信号青信号だったんで渡りましたけど、最悪これ信号3回待たないといけないです。まあだ直進するために3つの信号を渡ってようやくまた合流です。自転車道合流しました。あ、自転車活用推進計画ってあるんですけれども、まあそうやってでも取り組んでくれることは非常にありがたいんですけれども、まあ、そしてまたそれを話をしようと思ったら交差点ですね。止まれって書いてあれば止まらないですね。そしてまた交差点ですね。ここはまっすぐ進むためにですね自転車道自体はこうまっすぐ地図上では続いてるんですけれども、実際に走るってなったらですね、こんな感じでわざわざ一つの交差点に進むところを2回も渡らなかったりですね、まあそんなわけで自転車道はここまでですね。止まれ、はい、止まりました。さあ後ろ確認して OK です。で自転車道ここまでで、正直今走ってみた感想としては、まあこんな道誰も走らないですよね。ただこんな道誰も走らないんですけれども、この谷山地区としてはこの自転車道を作りましたっていう形で、まあ、自転車への取り組みをやってますっていう形にできるんですよね。まあそこなんかもうちょっとうまく本当に使えるような仕組みにしてほしいなっていうところが、普段から自転車乗ってる身としては思うんですけれども、まあ、そんなところに予算を割いてられないっていうのが多分地方の現状だとは思いますので、まあなかなか難しいんじゃないでしょうか。ということでくるっと回ってもう一回帰りも帰ってみましょう。自転車道ここから袋です。単純にですね、自転車活用推進計画に携わっている方々の自転車通勤通学もしくは日常使いですね、どれだけ使ってるんだっていうところのその現状をまず知りたいじゃないですか。だまあ例えば車今まで移動してたのを自転車に置き換えましょうねっていう多分取り組みだと思うので、その取り組みに言ったらまあ、少なからずですよ、やっぱりお金をもらって多分携わってる方々はやってると思うので、せめてそういう方たちだけでも自転車に乗ってほしいなっていうのは個人的な思いではありまして、利用状況を知りたいですっていうふうにちょっと意見書の方に書いてみたんですけれども、まあ、見事に消されてましたね。まあ、そんなん答えるわけないですよね。だってみんな乗ってないですもんね。この道を正直なところ乗ってる人が作るかっていうと、こんな道作るわけがないじゃないですか。いや、今回はまあ駅から駅の間だけで何回止まらないといけないんじゃっていうぐらい止まらせられるので、なんか自転車道、これで自転車道を作りましたよってなってしまうのはちょっと良くない流れなんじゃないかなと思いますね。そしてここではまた直進のために3段階右折をしないといけないところですね。3段階右折じゃないか、2段階右折に1段階左折ですね。ここは青信号じゃないですか。で、こっちに行くじゃないですか。まあ赤信号なんですよね。行きましょうって思ったら、またここは赤ですね。出ました。まあなんでですね、だから一生懸命自転車活用推進計画って、ね、銘打ってやるのであればですね、なんかもうちょっとどうにかならんもんかいっていう話ではあるんですけれどもね。だってまあよくよく考えてみてくださいよ。その自転車使って通勤とか通学しましょうねって言ってる人が車で通勤してるって、結局誰もしないですよね、そんなことされたら。まあ、だからやる気はないっちゃないんですよね。いや、ちょうどですね、このお店の近くにですね、こういう自転車道というか誰が使うんじゃいこんなのっていう自転車道があったので、ちょうどまあちょっと今時間があるうちに撮影に来たんですけれども、実際にその標識とかその交差点とかですね、しっかり従いながら走ると、まあ誰一人としてすれ違わないですよね。だからまあこういう道を用意されているってことで、今まで車で通勤していた人がわざわざ自転車通勤に切り替えるかっていうと、ああそんなうまい話はあるはずがないですよね。だったら車飛ばした方が早いっていう、まあなんとも危ない世の中になってしまってるんですけれども。まあもう実際走ってみて、意外と走れるじゃんと思ったら、意外と走れるじゃんっていう素直な感想を言おうと思ったんですけれどもこれを走ってみた感想としては、走らないですね個人的にこの辺に自分が住んでたとして、この自転車道を走るかっていうと、だったらもう普通に車道走りますね。まあだからですね、特にこういう地方都市ですね、車社会の地方都市になると、なんとも自転車に対してはすごく厳しい、風当たりの強い施策がすごくなされているっていうのが身に染みて感じるわけでありますけれども、で一応自転車活用推進計画自体はもう第1期終わってて、今第2期なんですよね。確か今年度から第2期に入るんですけれども、第1期が終わってこれですよ。いや、自転車道を走ってきてすれ違った人ゼロですね。で他の歩道だったりとか車道だったりとか走ってる人はもちろんいましたよ。たくさんいたんですけれども、自転車道を走ってる人はゼロです。はあ、なんか悲しい気持ちになりますね。まあだからこれが現状ではあるんですけれども、この現状をどうしようかっていうと、我々はもう言ったら意見を市民としてその市や県の取り組みに対して意見書を出すしかないんですけれども、出してもまあ大した答えは得られない、まあ、むしろもう答えてくださいって言ったところももうなかったことにされるっていう現象なので、まあしょうがないですよね。自転車ってつまりまあそういう目で見られてるってだけなので、車からするとだいぶ蔑まれている印象ではあるんですけれども、まあこんなもんです。でこれをやって、まあ、やっぱ利用者なんてさっきの自転車道を見て分かる通り増えるわけないじゃないですか。で増えなかったら増えなかったで、じゃあもう自転車に対して予算をかける必要はないねっていう風になってしまうのを、僕は個人的にすごく恐れているところではあるんですけれども、今のところはもうそうなるしかないですよね。まあ別にその今谷山駅から続く自転車道をですね走ってみて、すごいいい道だったらこんな話は出てこないはずなんですけれども、これって結構莫大な予算使ってですね、莫大な予算を使って作られてる道ではあるので、そう考えるとちょっと自転車が好きな個人としてはすごく悔しいというかですね、この程度にしか見られてないっていうのがよくわかる道だったので、ちょっと帰り道はですねすごく毒づいてるですけれども、まあもうこれはだってしょうがないですよね。だってもう言わないと変わらないですし、やっぱりこういう自転車乗ってる人、まあ、乗ってない人もですよね、あれは完全に無駄遣いですよね、お金のあんな自転車道誰が通るんだって話なんで、だから乗ってる人も乗ってない人ももうちょっと危機感を抱いた方がいいんじゃないかって個人的には思ってます。僕たちのことはまあまず見られてないんですね。何が大切かっていうのは、ちょっと実際に自転車が普及することはおそらく大切だと思ってないような土地だと思うので、もうこれに関してはちょっと諦めてですね、喋りすぎて今通り過ぎたんでですね、今戻ってるんですけれども、だから鹿児島が今現状どういう状態なのかっていうのを、実際にこのお店のすぐ近くにそういう道があったのでですね撮って、まあ、通ってみてですね、それを動画に撮ってちょっと皆さんどう思うかっていうところを聞いてみたかったので、まあ、ぜひコメントなどでご意見いただければですね。でやっぱりそのこの前も意見書をですね、意見を募集してたんですけれども、結局多分集まった意見が5件だけとかですね、県の取り組みとして挙げてるもので意見が5件だけしか分からなくて、やっぱり誰も関心を持ってないことだっていうふうにやっぱり県とか市とかも認識してしまうのでですね、こういう問題って、まあ、自転車乗ってる人乗ってない人みんなもなんですけれども、もうちょっと関心を持った方がいいんじゃないかって個人的には思ってるので、この動画を作ってみました。まああの道ですよ。まああの道を作って自転車通勤通学もっとみんなしましょうねっていう、まあお買い物の足としても車じゃなくて自転車を使いましょうねっていう県もしくは市の取り組みということで一つ紹介しましたけども実際にですね、なんか皆さんが走られてて、ここちょっと紹介してほしいところがありましたら、もう個人的にこういうところをたくさん走ってみたいなっていう気持ちはあるので、誰が走るんじゃいこの道っていうのがあればですね、ぜひ教えていただければですね。こんな大きな建物ができますけれども、まあ、鹿児島の未来はどうなっていくのかですね、楽しみにしましょう。